森田康氏は、日本のジャーナリスト、元日本経済新聞社代表取締役社長。広島県広島市で生まれ、旧満州で育つ。旧西広島高等学校を経て、東京帝国大学経済学部を卒業する。大学時代、GHQ 関連のアルバイトを始めるが、そこで森田に割り振られた仕事は、その日の長官に載った記事のうち GHQ の交換に、 読ませたいとして担当の将校がより分けた記事を英文に訳すことだった。ところが渡される記事のほとんどが日経の記事だった。また日経ですかと森田が聞くと注意は笑ってしようがないさ。ここの記事が一番公平で参考になるんだからと答えた。バイト先でアメリカ人の口から初めて日経の科を教えられたことがきっかけとなり、 日経の入社試験を受けた。森田が新聞社を受験しようとした1947年秋、記者を募集していたのは日経の他東京新聞だけだった。当時、東京は有刊誌で日経より羽振りも良く、給与も断然高かった。だが、森田はためらわず日経を選んだ。ニューヨーク特派員を経て36歳で大阪経済部長となり40歳で、 編集局次長となる。炎上寺次,次郎社長が新聞だけを出していた新聞社からコンピュータを軸にデータを売り物にする新聞も出していた新聞社へ新聞企業の形態を変えようと試みてデータバンク事業に乗り出す際、マーケティング戦略の立案から実践指導に至るまで文字通り人頭に立って牽引者的役割を演じ1970年取締役に 選任され電算基本部長移植1974年常務社長室長兼電算基本部長移植1975年にデータバンク局が新設されるとリアルタイムのニュースを配信しそれらの情報を中央市や地方市にも提供するという日経テレコン21の前身となる日経ニーズ株価と株式に関する経済情報をユーザーに 送信するインターネットビジネスであるクイックなどの事業を軌道に乗せていく。1979年専務、1982年社長となり、全国各地で現地印刷に乗り出すなど、積極経営で日経を急成長させるが、リクルート事件に連座し、1988年社長を辞任した。1998年8月26日、心不全で死去。 73歳坊津。2001年に電通からマスコミ功労者検証が追贈される。リクルート創業者の江添博雅正は大学の後輩で古くからのダンス同行の師だった。森田、江添そしてパイオニア社長で元全日本学生チャンピオンの松本誠也は時々3人でダンスに教示、その後食事をしながらダンス談義をする間柄だった。 森田と江添は年に2、3回は会食を持ち、1984年暮れ、江添からの願いで3年後に公開予定のリクルートコスモス株を購入した。1988年、コスモス未公開株の譲渡で売却益を得たことが発覚する。7月、アサヒージャーナルが入院中の森田にコスモス株譲渡についてインタビューを行い、それが、せい。 マスコミ界を汚染するリクルート商法というタイトルの記事になる。この報道により、日経上層部の間で森田の社長退任論が高まり、7月5日、森田が社長を辞任するようだとの噂がリクルート広報室に入る。その夜、江戸は審議を確かめるべく、日経の鶴田拓彦専務に電話をするが、鶴田は朝日ジャーナルにあそこまで書かれると、 森田社長の退任は避けられないんじゃないかなぁと言い、江添は事実に反する報道であることを伝えたいと思い、炎上寺会長に電話し、内々の面談を願い出て、翌日の朝7時に大手町の日経本社を訪ねた。だが、炎上寺は今となってはもう遅いなぁと淡々とした表情で言い、江添は、わかりましたと、すぐ辞去した。その日に開催された。 臨時取締役会で入院中の森田の辞任と政治畑出身で副社長だった荒井明の社長昇格が決まった。日経は記事によって株価が動くこともある。このため、記者には上場会社の株式の所有を禁じる内規がある。にもかかわらず、コスモス株を譲り受け売却益を得たことが退任の理由だった。政治家、経済人、官僚、大学教授ら、 多くの人物が失脚したこの事件で、江添が死ぬまで森田さんに顔向けできないと最も悔やんだのが大学の先輩、森田であり、森田辞任の日の夜、自らの申し入れリクルートとコスモス会長の辞任が決定した。ありがとうございます。